先日行われた美穂さやしファーストライブ2021デイブレイク。モーニング娘。卒業からおよそ5年半、私たちの前に帰ってきてくれたさやし。彼女はどんな思いでこの日を迎え、ライブに臨んだのか。今回は本番の舞台裏や事前打ち合わせ、そしてリハーサルに密着しました。めちゃめちゃ踊ってるバンドのライブみたいな。そこには今できる最高のパフォーマンスを披露したいと妥協を許さぬ姿がありました。本当にまた歌いたいって思えたのが皆さんの声のおかげで